こんにちは、大川祐介です。今回はこちらにある RedVSiPhone っていう企画をやっていきたいと思います。かなりね贅沢な企画となっているんですけど、こちらね Red のレイブンって呼ばれる 4K の120フレームまで収録できる、モンスター級のカメラと、こちら iPhone XS Max かっこひび割れの、カメラを使って、どっちの方がどっちの方がいいって言われたら、レッドの方がいいんですけど、この動画の比較をちょっと皆さんに見ていただいて、レッドのカメラと iPhone のカメラでどのぐらい差があるのかっていうのをみんなと一緒に見ていけたらなと思っております。で、これからねこのカメラをこんな感じにして どうやってやろうかな、こんな感じにして、撮っていこうと思ってます。iPhone でも一応スローモーション120フレーム撮れたりとか、でこっちでも 4K の、フル HD にしようかな、フル HD の120フレーム。だからスローモーションの場合、どういった表現になるのかだったり、通常の24フレームの場合、絵の深みがどれぐらい違うのかだったりとか、そういったところ含め、収録できたらなと思っております。はい、こちらね、レッドなんですけど、レッドいくらだ？意外と安い。いくら？ボディで。ボディで、だいたい。115万円。お、安い。安いって言ったらあれですけど、このレイブンのボディだけで、120万ぐらいか、約。で、このシネレンズがかなり高いよね。なので、これ、計でも200、300万ぐらいの、カメラと、こちら、15万円の iPhone XS Max っていう、もう、こんな贅沢な企画ないんじゃないかっていうぐらい、面白いコンテンツをね、今日撮っていきたいなと思っています。じゃあ、早速、ちょっとこちらのカメラを使って、撮っていきたいと思います。はい、そんな感じで今レッドのねレイブンとこの iPhone XS Max で、収録してきました。でね、実際に僕が撮ってみた感想なんですけど、やっぱりレッドの方が映像のねなんか奥深さってのがやっぱりあって、で iPhone だとやっぱり平たいその普通の絵というか、で僕はすごくわかるんですけど、実際にその編集画面モニターで2つの比較があった時に、やっぱり違いは明確なんだけども、やっぱり iPhone のクオリティもすごく高いなっていうのが今回僕は思った印象です。で、ちょっとね空間が限られていたので、レッドを使用した表現っていうのがねやっぱりその、狭まってしまってはいるんですけど、こういったレッドを使って実際に夜間撮影したりとか、僕が普段いつもやってるようなイメージビデオね、かなりこのカメラを使ってこうやってビッグ&パントランジションとかスムーズランジョンとかね、そういったつなげも、やっていけたらなと思っております。ただ今回ねこの iPhone、VS レッドということで、僕がすごくやってみたかった、企画をね、今回やらせていただいたので、個人的にはすごく満足なんですけど、もっとねレッドを使い倒したいなとは思っております。はい、でねやっぱりこの iPhone VS レッドなんですけど、もちろんレッドの方がもう圧倒的に絵のクリエイティブだったら優位性はあるんですけど、やっぱり、旅先とかだとレッドこういうの持って撮影するとかやっぱり無理なので、こういった機動力、誰でも簡単に持っているスマートフォンならではのやっぱり表現というのもあるのかなとは個人的には思っています。これ、持ったら本当にもう多分15本ぐらいで待ってます。外だと本当にめちゃくちゃ重いので、もう本当に絵はすごく綺麗だけども、機動力はマジでないっていう感じですかね。はい、じゃあそんな感じで、いろんなねコンテンツ撮っていきますので、感想等ある方はコメントいただければなと思っております。はい、じゃあそんな感じで本日の動画も以上になります。本日はどうもありがとうございました。